はい、今回はですね、人気バンコンビルダー、トイファクトリーさんが製造販売しております、GT カーサブラックエディション、こちらをですね、ご紹介していきたいと思います。はい、このね、GT というね、レイアウトに関しては、まあ、ご夫婦お二人でも使いやすいですし、ご家族ですね、4人の方でも使いやすいというですね、トイファクトリーさんの中でも、フレキシブルなね、あの年代に対応ができるね、バンコンタイプのキャンピングカーになるんですけど、今回ですね、見ての通り、このね、シックなですね、質感になってるんですけど、これはですね、実は、カーサブラックエディションというですね、特別仕様のモデルになります。はい、最近ですね、キャンピングカーもですね、まあ家庭用エアコンと、まあそれを動かすね、リチウムイオンバッテリーって、この2つがね、結構トレンドになりつつあるんですけども、今回のこのですね、GT カーサブラックエディション、実はですね、この、家庭用エアコンであるクールコンプシステムとリチウムイオンバッテリーがですね搭載されたモデルになりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラー、いろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは GT カーサブラックエディションの外装からご紹介します。ベース車両はトヨタハイエーススーパーロングキャンパー特装車、外装カラーは一番人気のホワイトパールです。 GT のレイアウトの特徴は何と言ってもこの後部の2段ベッドにあるかと思います。もちろんベッドとしても使えますし、跳ね上げると収納スペースとして活用することができます。また車両最後部左側には外部電源の取り入れ口があります。こちらに専用コードを差し込んで 100V コンセントに入れると外部充電をすることが可能です。この外部充電は軽視されがちなんですけども、サブバッテリーをしっかり充電する方法の一つです。トイファクトリーバンコンはこの右側のエアロウィンドウが特徴です。また動画の車両はオプションなんですけども、オリジナルブラックアルミホイールとオフロードタイヤが装備されております。流行りのオーバーランドスタイルでかっこいいですよね。またこちらもオプションなんですけども、グランディ仕様が装備されております。これはバンコンなんですけども、キャブコン並みの断熱性能を発揮します。またルーフには同じくオプションのエアロソーラーシステムが装備されております。こちらもサブバッテリーを充電する方法の一つです。また家庭用エアコンであるクールコンプシステムを搭載すると、腹下に室外機が取り付けられることになります。この場所はもともとスペアタイヤがあったんですけども、こちらに改造されて室外機が取り付けられております。よくこの室外機の高さを聞かれることがありますので、実際に計測してみます。レイアウトは装備により多少違うかもしれないんですけど、約21センチから22センチほど地上高がありました。走行の際は注意する必要がありますよね。それでは GT カーサブラックエディションの室内をご紹介します。シートカラーは黒のプレミアムスエード、家具色はウォールナット調の濃い木目、全体的にモノトーンのテイストでまとめられておりますので、室内はシックかつおしゃれな雰囲気が漂っております。ノーマルカラーもモノトーンテイストのものがあるんですけども、細部にわたりブラックアウトされておりますので、また一味違った雰囲気がありますよね。はい、それではですね、 GT ブラックエディションの室内をご紹介します。まずですね、このブラックエディションに関してはシート生地、こちらがですね、黒のプレミアムスエードというですね、上質な生地を使われております。これはですね、もちろんシートもそうなんですけども、後ろのですね、2段ベッドに関してもこのようにね、同じスエードのですね、黒のですね、非常に高級感ある生地がね、貼られております。そして家具色なんですけども、このような感じでね、色の濃いこのね、木目と、こういうね、取っ手だとかも全部すごくブラックアウトされたね、ものが使われております。そして、このね、まあフリールームになるんですけど、こちらも、まあ、このような感じの生地が貼ってあって、そしてですね、ここに関しては黒のですね、タイルが施されております。そしてフロアに関してはですね、この、明るいですね、木目調のクッションフラーがね、貼られておりまして、室内はこのようにですね、まあ、ブラックエディションですので、シックなね、雰囲気にまとめられております。はい、それではですね、室内をご紹介します。エントランス、このスライドドアをね、入りますと、
こちらがですね、キッチンスペースがありますのでご紹介していきます。はい、まずですね、こちらクールコンプシステムなので、こちらね、ダイキン製の家庭用エアコンがついております。この家庭用エアコンはここに位置しておりますのでね、まあ車内全体をね、ここからね、冷たい風が出てくるんですけども、まあ全体的にですね、冷やすですね、場所にあるんじゃないかなと思います。そしてこのね、家庭用エアコンの室外機に関してはですね、腹下に装備されております。先ほどね、外装のところでご紹介したんですけども、腹下にスペアタイヤをですね、取り外して、そちらにですね、改造された状態で室外機がですね、取り付けられております。で、室外機の高さもですね、意外とそんなに低くはないのでですね、まあちょっとはですね、スペアタイヤがついている時よりかは少しだけですね、低いですので、まあ走行中だとかね、注意が必要なんですけども、室外機に関してはですね、装備されております。そしてこのね、エアコンのすぐ横に関してはオールインフォメーションボードがありますので、こちらですね、まあメインスイッチを入れて、まあ照明のスイッチだとか、あとオプションでインバーターをつけますと、インバーターのね、スイッチだとか、あと冷蔵庫もね、つきますし、あと FF ヒーターのですね、オンオフもここでできますし、バッテリーのモニタリングもすることができますので、今 13.8V ありますよとかっていう風にですね、こちらで一括してですね、各操作でね、モニタリングすることが可能です。はい、そしてこのオールインフォメーションボードね、まあ、ちょうどこのエアコンの下なんですけども、スポット照明がね、 LED の照明がありますし、 100V のコンセントもね、こちらにありますから、電気関係をね、取ることもできます。はい、そしてこのキッチンスペースなんですけども、このような感じになっておりまして、こちらがですね、はい、角型のですね、シンクがありますので、手洗いだとか洗い物をすることができます。で、まあ、調理をする際なんですけども、こちらね、延長のこのテーブルがありますので、ここでね、まあ、サラダとかを置いてるとかってことはね、できます。そしてこのね、キッチンのシンクのですね、横に関してはエンゲルの上蓋式冷蔵庫があります。これ結構深さがあるんですけども、まあ、ここでね、スイッチオンオフも、ね、冷え度合いを調整できるんですけども、なかなかですね、これビールだとかこう下に入れてマックスにしちゃうと、もう凍っちゃうぐらいですね、冷蔵能力が高いですね、冷蔵庫がついております。で、まあ、ソフトクローズのね、ダンパーもついておりますし、まあ、ここのね、冷蔵庫の周りに関しては、このですね、ブラックエディションね、専用のこのね、タイルが貼られております。まあ、キッチン関係に関してはね、このようになっております。これタオルハンガーもありますので、タオルかけることもできます。そして、このキッチンの横に関してはですね、タワー型の収納がありますので、ご紹介していきたいと思います。はい、こちらのタワー型収納はですね、ここもですね、ブラックエディションですから、黒のですね、このような感じのシャッターがついております。こちらを開けますと、はい、2段のですね、収納スペースがあります。結構奥行きもありますし、横幅も40センチ弱ぐらいあるかな。こう2段のね、収納スペースがあって、こちらをですね、はい、オプションのですね、電子レンジがついております。電子レンジをね、ここで操作すること、まあ、高さもね、結構車によってはこういう高い場所にあったりだとか、あと低い場所にあったりするんですけども、まあ、結構ね、このキッチンの、ね、同じ動線上にね、電子レンジもありますから、これ結構ね、使いやすいんじゃないかなと思います。そしてこちらもね、スライド式の調理台のスペースもあるし、こういうね、ノブ関係は全部ね、こうブラックアウトのものが使われてるんですよね。こだわりがね、ありますよね。で、収納スペース1段目ソフトグローズで、2段目結構ね、深いんですよ。こんな感じでね、深さのある収納スペースがあって、一番下はちょっと小さめだったかな、まあ、このぐらいしか出ないんですけども、まあ、3段のですね、こういう収納スペースがありますので、キッチン関係のですね、ものを収納するね、スペースが結構広いんじゃないかなと思います。はい、そしてね、このシンクで使う給水タンク、排水タンクに関しては、こちらの裏側にありますので、ご紹介していきたいと思います。エントランスドアを開けますと、この右手側にキッチン設備があるんですけども、こちらを開けますと、給水タンクと排水タンクが装備されております。車内に重たいタンクを持ち運ばなくてもいいので、設置が簡単です。はい、ダイネットスペースをご紹介していきたいと思います。このですね、まあ、黒のプレミアムスエードと、まあ、石目調のこの天板とね、あと家具もですね、まあ、黒と、まあ、濃い木目で色分けされておりますので、非常にですね、これまあ落ち着いたといいますかね、おしゃれな雰囲気、やっぱりブラックエディションはね、ありますよね。で、この
プレートもですね、こちらにありまして、カーサブラックエディションのね、プレートもあって、まあ、艶消しブラックのですね、こういうモールがね、貼られておりますし、ドアのですね、取っ手に関してもブラックアウトされたものが使われております。でこちらを開けますと、まあ、収納スペースになってるんですけども、この1箇所、2箇所収納スペースがね、ありますので、まあ、小物関係をね、収納することができます。そして、この下に関しては、はい、LED のスポット照明と、ライン照明がね、あります。はい、このね、スポット照明は、タッチ式のですね、このようにつけることもできますし、調光もできるんですけど、このね、ライン照明に関しては、ここにスイッチがありますので、これを押してあげると、入り切りがね、することができます。はい、そしてこのね、こちらの右側の窓に関しては、まあ、この車両に関してはね、グランデ仕様ですので、まあ、3面全部ですね、まあ、アクリル、窓がね、施されてるんですけど、まあ、通常ですね、この GT に関しても、標準装備で右側に関しては、こう、出窓のようにね、なっております。で、こちらもね、やっぱりこの部分をね、横に出っ張っておりますので、この空間が結構広く感じるんですよ。そして、このね、窓をですね、アクリル二重窓にしてますから、断熱性能もいいですしね、もちろん開閉もできるし、夏はね、網戸にすることもできるし、お休みになるときはね、シェードをすることができますので、完全にプライベートの、ね、確保に役立っております。そしてこの、ね、出てる部分なんですけども、ここにですね USB のポートもありますから、携帯をね充電したりだとか、そういう充電関係をねすることもできるし、このね横に関しては 100V のコンセントがあります。でこれですね、オプションで 1500W のインバーターを取り付けていると、電源がですね取れないところでも、インバーターのスイッチを押すとですね、ここから 100V に使うことができます。そしてこれね、19インチのマルチカーシアターシステムです。要はテレビですね。でこのテレビに関してはもちろんですね、ここで見ることもできるし、アームがついておりますので、はい、このね裏にねレバーがあるんですけども、レバーをこう解除してあげると、この、ね、テレビをこういうふうに出すことができます。そして、まあ、後ろ側に向けたりだとかね、もうこのような感じで足も伸びますから、こっち側に向けたり、もうこっちはあまり向けることないかもしれないんですけども、こんなような感じで、テレビをですね、どこにいても見れるような感じで、こう、アームがついております。はい、サードシートに座ってみました。このね、一番窓側のところね、これ、釣り戸棚がありますので、こっち側にね、ずっとこうやって、で背筋を伸ばしちゃうとで、ここに頭ぶつけちゃうんですけど、この高さもですね、まあ、ちょっとで、ね、まあ、家具がある分で少し低くなってるんですけども、こんな感じで座ることもできるし、まあ、通路側に関しては、はい、通路側ですね、非常に広いです。このような感じ、まあ、家具もね、頭遮るものもありませんから、サードシートの通路側は結構広く使えるんじゃないかなと思います。そしてこちら、まあ、通路側なんですけども、これ3点式シートベルトがね、サードシートにもありますから、まあ、ここでもちろんですね、はい、このような感じでシートベルトをかけることもできるし、まあ、チャイルドシートをね、必要なお客さんに関しても、こちらのシートに、ね、チャイルドシートをつけることができます。はい、続いて、ね、セカンドシートに座ってみました。これ、ね、通路がやっぱり広いですよね。で、こっち側に来ちゃうと、まあ、サードシート同様ね、ちょっとここ頭をぶつける可能性もあるんですけども、こんな感じで、まあ、大人の方は4人ぐらいはね、ここゆったりこう座れるね、スペースがあるんじゃないかなと思います。そして、もちろんテレビを見ることもできますしね、まあ、こちらもね、このような感じで、はい、こう出して、こっち側にしてあげると、ね、まあ、セカンドシートに座っている方もテレビを見ることもできるし、まあ、サードシートに座っている方もね、こういうふうな感じで見ることができますので、まあ、ここに座っている方はね、どこに座ってもですね、テレビを見ることができます。はい、それではね、このダイネットスペースのセカンドシートに関して、今これ後ろ向きなんですけど、前向きにね、変えることもできますので、実際にやってみたいと思います。はい、まずですね、このセカンドシートを前向きに変更する際は、この座面マットをですね、起き上げます。このね、レバーをグッと持ち上げて、背もたれをですね、このように起こします。そうすると、今まで座面だったところが背もたれになるんですよね。そして、このヘッドレストをですね、取り外します。このような感じで簡単に取ることができますので、このヘッドレストをこちらとこちらにね使い合います。そしてこのね背もたれだったところもまたこのレバーを操作して倒してあげると、これで前向きに変更になるんですよ。あとはこのですねレバーを操作してあげると、この椅子がですね前後にスライドします。はい、
このような感じでね、後ろに今目いっぱい下げてみるとこの辺ぐらいまでねシートが下がります。で前向きにした状態で座ってみるんですけど、こんな感じで結構ね膝先のスペースも広いですから、まあ、こんなところに足乗っけたぐらいにしてね座ることもできるんですけど、非常にですねこれ前向きにねすることができますので、乗車定員全員が、まあ、進行方向を向いてですね移動することが可能です。はい、そして、ね、真ん中にあったこのテーブル、実はですねこのセカンドシートを前向きにした時にここにですねテーブルを設置することができますので、セカンドシートに座っている方はですねここでねテーブルにね物を置いたり、まあ、お菓子だとかね飲み物を置きながらこうですね座ることが可能です。これもね結構ねいいですよね、このテーブルをねなかなか使えるんじゃないかなと思います。はい、実際にですねこのダイネットスペースをベッド展開をねしていきたいと思うんですけども、ここで、ね、一つねあのポイントがあるんですけど、これ実はですねちょっとですね幅の狭い2人掛けのシートなんですよ。で標準装備に関してはもう少しですねこう出たですねシートが実はついているんですよね。でそうするとここのスペースがですねちょっとだけ狭くなるので、あのなるべくですねこのスペースを広くしたい、そしてね乗車定員が変わっちゃうんですけども、乗車定員も6人でいいよっていうんであれば、このねセカンドシートをこのちょっと幅の狭いやつにね変更することも可能です。そうするとここのスペースがね結構広く取れますから、乗り降りもねしやすくなりますので、検討材料の中に入れてみてはいかがでしょうか。はい、それでね実際にこのねダイネットスペースをベッド展開していきたいと思います。まずですねこのテーブルを取り外します。このねテーブルに関してはこのね2箇所のロックをですねこのように解除します。そうするとですねこのテーブルを取り外すことができます。で足をですねこう畳んであげます。でこのテーブルの天板に実はこの、ね、足がねこう2本ついてます。この2本ね短い方は後でご説明するんですけど、このような感じでまずねテーブルを取り外します。はい、それでね実際にサードシートからね展開していきたいと思います。でこのですねレバーをね操作するとこの面をね持ち上げることもできるし、背もたれのところもねこのレバーをクッと引っ張ってあげるとこうね動きます。でこの状態でヘッドレストは使わないので、ヘッドレストを取り外します。こちら側とこちら側、こんな感じで、ね、外します。そうしてこちらの下のところにレバーがあるんですけども、このねレバーを操作するとこのシートをですねこんな感じで横にスライドすることができるんですよ。でこれで横にこういうふうにねしておいて、このレバーを操作するとこのシートをね前後に動かすことができます。こんな感じでね前後にスライドさせることが可能です。はい、そしてね背もたれだったところをこうフラットにねしてあげて前後をスライドしますので、こっちがね後ろにビタッとくっつくまでくっつけます。そしてですねこの背もたれを倒してあげます。こういう感じでね、そうするとサードシートがねこのような感じでフラットにすることが可能になりました。で続いてセカンドシートも展開します。はい、セカンドシートもね同様にこのねレバーを操作するとこれをね起き上げることができるんですけども、まあ、この度はねこの状態でいいんですよ。で背もたれをこう倒して、あとこっちでもねヘッドレストを取り外します。こちらとこちらね取り外して、こちらのシートもね先ほどと同じレバーがついていて、スライドねこっち側にスライドします。そして、先ほど同様ねこの前後にスライドするレバーを操作してこのセカンドシートを後方にね持ってきます。そしてサードシートにねぴったりくっつくような感じにして、あとはこのね背もたれをフロント内側に倒してあげると、はい、フラットになるんですよ。このような感じでセカンドシート、サードシートを展開するとこうフラットに作ることができました。でサードシートもねセカンドシートもこっち側にこれスライドさせたんですけども、そうするとですねここにスペースが空いちゃうんですよ。実はここにはまるマットもちゃんとありますので、これからねご紹介していきたいと思います。はい、こちらにですねこう L 型になるですねこれ実はマットのね足になるんですよ。これをね例えばこういうところに置いて、
もう1枚ありますので、これをねこんな感じでここにセットします。そしてこのね足がついたマットがちゃんとありますね。これを展開してフロント側にセットをします。これですね。これに関してはここにですね、はい、セットができますので、この分ですね幅の広いベッドが出来上がりました。こうすると広いねベッドが出来上がりました。ちょっとね寝てみたいと思います。まずはこのね端っこの方に寝てみます。でフリールームにちょっと足が触るぐらいでね寝てみるんですけど、こんな感じ。あ、結構余裕ありますね。今シートはこれ前に特別ね出してるわけじゃないんですけども、一番後ろまで下げてるんですけど、こんな感じで私ぐらいでもねちょうど足を伸ばしてもね全然寝れるスペースがあります。そして真ん中ね結構ここ広いですよね。こうすると、あ、広いですね。なので、まあ、大人の方ですね、まあ、2人ぐらいはこうね寝れるスペースがねあるんじゃないかなと思います。そしてね先ほど取り外したこのテーブル、これね長い足と短い足があるんですよ。これ短い足がですねちょっとベッド展開した状態で使えるんですよね。これまずこれを展開します。そして先ほど同様ねこちらにレールがあるんですけど、このレールがね運転席後ろからフリールームで長いレールがついています。ですのでここに設置することもできるし、こっち側に設置することもできますしね、あとはこのフロント側にこう設置することもできますので、こういうふうにしてあげるとですね、このようにするとね、お座敷仕様としてね使うことができるんですよ。はい、このようにですね使いますね。でレールもね今ご紹介した通り、ここからですねずーっとフリールームのところまで長いレールがついていますので、まあ、ここにもちろん設置することもできるし、フロント側リア側っていう風にですねテーブルをこうねベッド状態にしてもこうお座敷スタイルですね使うことができます。はい、それではですねサードシート後ろのですねこのフリールームをねご紹介していきたいと思います。まずですねこのカーテン、これ標準装備じゃなくてこれオプションになるんですけども、こちらですねカーテンレールをつけて、ここをねカーテンで仕切れるようになっております。例えばこのような感じでね展開してあげて、このねロックをはいこのようにかけてあげると、ここをね仕切ることができるんです。これね何のためにですねこのカーテンがあるかとね言いますと、はい、ここにですねマルチルームがありますので、こんな感じで、はい、ちょっとねタイヤハウスがある分で少しここが小高くなっちゃってるんですけど、これですね結構奥行きがねあるんですよね。これねまあ収納スペースとしてもちろん使えるんですけど、結構ね GT に関してはこれをあのトイレルームとしてね使う方が結構多いんですよ。ポータブルトイレだとかねラップコンだとかっていうのをここに置いてトイレルームとして使用するんですよ。でもですねこれねトイレルームとしてね使用するんですけど、これね奥行きがねまあそんなに、まあ高さの関係もあるのでちょっとね入ってみたいと思うんですけど、はい、まずねこのフリールームのね高さはそんなに、まあ、タイヤハウスの分でさらに上がっちゃってるから、まあ、ここね、まあ、よっぽどねお子様じゃないと立てないぐらいの高さしかないんですよね。でここにトイレを置いて、ちょっとね場所は低いんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、奥に入ればですね、まあ、こんな感じで座ることもできるので、まあ、ギリギリドアは閉めれるんですけど、ちょっとねちょっと窮屈感がありますので、まあおそらくトイレを置くとするとこのぐらいのスペースになるんですよね。そうなった時にこのドア閉めることができないので、ここにですねカーテンをつけて、まあ、仕切ろうというですね、そのためにこのカーテンがついてるんですよ。はい、続いてねこの GT の一番特徴でもあるねこちらの2段ベッドスペースをねご紹介していきたいと思います。結構ねこちらの頭側にねする場所に関しては横幅もありますしね、足にかけてで、ね、ちょっとこうすぼまってるような状態になってるんですけども、こんな感じなんですよ。もちろんですねこういう LED 照明もねここにありますし、 USB のねポートもここにありますから、携帯とかを充電ねすることもできます。そしてこれね2段目なんですけど、1段目もですねこんな感じで結構ねこう映像で見ると広くね見ると思うんですけど、こんな感じでねベッドもスペースもねあって、1段目に関しても LED 照明とね USB のポートがありますので、
電気関係をねつなぐこともできます。まずねこのベッドの上にちょっとね乗ってみたいと思います。はい、このね2段ベッドの2段目のマットに関してはねこれ跳ね上げすることができるんですよ。こんな感じでね、そうするとここのスペースがね広がるので非常にですね乗り込みやすくなるんですよ。はい、こんな感じでねこう座って例えば足をね先にこっち側に入れてあげてこうね寝ることが可能です。はい、実際ねこのベッドの横になってみたいと思います。まずね上の段から、上はねこんな感じでちょっと登るしかないんですけども、まずねこういうふうにまあぐらをかいてこんな感じですね。高さに関してはこのぐらいのねスペースがあります。そして実際ね横になってみるんですけど、まあ横はね 1m80 あるんですけどね、私はちょっと寝れないので結構足をビタビタにくっつけて斜めにね寝れば、まあ、こんな感じでは寝れるんですけど、まあ、170センチぐらいの方だったらねこのベッドもちゃんと寝れるんですけど、ちょっとね私は少し窮屈なんですけど、横幅はね結構広いからこうね横になっても十分こう寝返りを打てるぐらいのねスペースはあります。そして1段目にもですね行ってみたいと思います。はい、1段目はこう乗り込みやすいようにねこの2段目のマットちょっとずらして、そうするとですねスッと入りやすくなりますので、この状態でこうね斜めによいしょ寝る、あ結構ねこっちはなんとかギリギリこう斜めに寝ればまっすぐですね寝れるスペースはあります。下のねあの1段目の幅も結構ありますから、大人の方でもですね十分寝れる広さがねあります。 GT の2段ベッドは比較的広さがあるんじゃないかなと思います。動画のように2段ベッドとはいえ大人の方でも寝れそうなスペースがありますよね。そして1番目の助手席側なんですけども、こちらのマットをはぐってみると 12V のヒューズボックスにアクセスすることができます。そしてこの板を取り外すと、この中にリチウムイオンバッテリーが搭載されております。グランデ仕様のリチウムイオンバッテリー仕様を選択すると、このように 150A のスーパー B のリチウムイオンバッテリーが搭載されます。もちろんオプションでもう1個足すことができますので、合計で 300A のバッテリーシステムを構築することが可能です。ブレーカーや各充電器もありますので、電源関係のメンテナンスもしやすいですよね。はい、今回ですね人気バンコンビルダートイファクトリーさんが製造販売しております GT カーサブラックエディションいかがだったでしょうか。このですね GT のレイアウトに関しては、まあ、ご夫婦お二人でもですね使えますし、ご家族ね4人でも使えるレイアウトなんですよ。そしてこのねカーサブラックエディションね、室内をねこの見ての通りですね、黒のですね洗練された室内になっているんですよ。そしてオプションなんですけど、これクールコンプシステム、家庭用のエアコンがついてますし、そして同じくねオプションなんですけども、これをね動かすねバッテリーに関してもリチウムイオンバッテリーですね変更することができるんですよ。ですので今ですねトイファクトリーさんのバンコンを検討されているね、まあ、ご夫婦お二人だとかご家族4人でも結構なんですけども、このねまずこの特徴でもあるこのマルチルームをですねトイレルームとして使いたいよ。そしてですねまあ夏はね暑いですから、この家庭用エアコンのねクールコンプシステムをつけたい。そしてですねこれを動かすねバッテリーに関してもなるべく不自由なく使いたいので、リチウムイオンバッテリーに取り替えたいな。そしてこのねシックでおしゃれな雰囲気をですね好んでる方はですね、今回のこの GT カーサブラックエディションがですねひょっとしたらぴったりかもしれませんので、検討材料の中にですね入れてみてはいかがでしょうか。非常におすすめです。はい、今回はですね人気バンコンビルダートリファクトリーさんが製造販売しております GT カーサブラックエディションをですねご紹介しました。また少しも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味のある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。